こんにちは、札幌の美容室早間勝のことです。今回はパーマで、結構彼女ブリーチこの色になってるんですけど、結構ブリーチをベースにしてて明るいですよね。はい。でそこに、ゆるふわなパーマをかけていきたいと思うんですが、ベースの方がかなり短いので、ちょっとデジとかだとちょっと厳しいかなと思うんですけど、質感的にはデジの質感でいきたいので、そこをちょっとミックスさせてやっていきたいなと思いますね。コテパーデジなんかミックスさせて、通常のパーマとかクリップパーマとかいろいろミックスさせてかけていきたいと思います。はい、ということで、まあちょっとブリーチで怖いですがいい感じにお願いします。はい、切ってるからじゃあこれにかけていくね。はい、じゃあカットはしないで、はい、かける感じでやります。はい、はい、時間ないんでやりましょう。はい、コアはこんな感じです。結構多分ここブリーチで、ここ黒い地毛でここブリーチしてます。で、アンダーの方に、この辺はデジちょっと距離短いから普通のパーマがいいかなと思うんで、通常のパーマかけます。はい、はい、で 今ちょっとつけてるのが、これムササビトリートメントって言って、髪にめちゃくちゃいいものですっていうことですね。まあちょっと詳しくは今度また説明します。まあこれをつけてもうそのまま巻いていきます。薬剤は、これ自体が、薬剤は GMT と塩栗とあとちょっとシステアミ混ぜてます。ちょっと保険としてシステアミはあんま使わないけど、ちょっと怖いんで、あまりかけたことがない子なのでシステアミ混ざってます。はい、ちょっとなんか泡が今日出づらくて、あんまりかけないところ、こういう風にかけるとことかけないところをちゃんと分けて塗っといた方がいいですよ。色も変わるぐらい混ぜて、なんか NG ワードあるんですか？ NG ワード NG なやつあるとなんか、ごめん、なんだ、全然関係ないあ、全然いいですよ。結構前、1年前ぐらい、そうなんですよね、古いお店の時に一回来ていただいて、すいません、で、結構派手な感じだったんで、もうなんか髪の毛、白っぽい感じだった、なんかすごい赤かったよね、髪。あ、元ですか？そう、元は明るかったんです。そうだよね、そうイメージが、その髪の毛超明るいイメージがあります。え、なんか自撮り撮ってもらったんだよね、セットするやつで。あ、そうです、そう、セット上手だから撮ってもらった。この前見て、え、見ました？見ました。え、結構見てますよ。あ、で、皆さん彼女の動画、自分でセットしてる動画、多分過去のやつ見ていくとあるんで、めっちゃ恥ずかしかった。いいねお願いします。めっちゃ恥ずかしかった。よく見ましたね。で、出てきたね、よくね。あれ結構下の方にこういうやつで、あ、いた。あれも人気動画だからね、あ、そうなんです。大丈夫ですか？あれも超人気動画になってた。で、今これはまたつけたのがムササビトリートメントをちょっとつけました。で、こちらは今度システアミンですね、上の方は。システアミメインの機材に先ほどの、下に使った薬剤をちょっとプラスしてます。なんで、巻き込む位置とかかけたい位置のところより上はつけない方がいいので、スタイリングの時にちょっとトップの方でライン作りたいので、この鉢のラインだけ、なんかちょっと複雑なパーマになるかもしれないですけど、ちょっとこの部分を骨格調整するために根元から薬剤をつけて、表面はつけません。これ今薬剤つけ終わりまして、トップの方、テストカール用ですね。この辺はコテッパーからデジパー入れていくので、とりあえずここにテストカールします。はい、1センチチップを取って根元巻きして、パーマがかかるかっていうのをちょっと見ていきます。結構毛先の方強そうなんで、ちょっとまだかかんなそうな感じだから、このままかかんない、これでかかってればもう流すんですけど、ちょっと強いかな。ここで1本テストカール見えますかね。テストカールして、あとここは今表面はかけてません。今やったのは下の方、鉢下をかけて、
で、これ中の方、鉢のラインだけ骨格調整するのに薬つけてます。で、綺麗な A ラインが出るように調整してますね。はい。で、この下のところはゴム跡ついたらなので、アルピニングを入れていきます。こういう感じですね。で、アルピニングを入れてゴム跡がつかないようにちょっとこのマットラにしておけば、より、まあ、かかりが綺麗になるので、ちょっと今日のパーマはちょっともしかしたらよくわかんないかもしれないですね。なんかいろいろごちゃごちゃって混ぜたりとかするんで。で、後ろの方も見えますかね。ちょっと回る。はい、ここにアールピニング入れてきます。ネープですね。この辺もこのようにアールピニングを入れていけばちょっと後だっていう感じです。で、このまま、ラップしてちょっとお時間を置いてから流してって感じでやっていきます。